まずじゃあ岡村さん、はい、現場の裏話こちらでございます。声優歴29年なのに今でもパシリ、大御所が多すぎる麦わらの一味たち。さあ、ほうほうほう、興味深いですねこれは。ねえ、これどういうことですか、パシられてんですか。いやもう私が麦わらの一味の中で一番年下なんですよ。あ、もうはだからワンピース今22年なんですけど、はい、ずっと年下なので、ずっとだからあのいろんなことをやってます。え、パシリって具体的に何されてるんですか。だいたい麦わらの一味で収録があるときは、はい、扉を開けたり、あと外に出てらっしゃる先輩を呼びに行ったり、あとお菓子の準備をしたり、そこまでするんですか。そうなんですよ、だからドラゴンボールとかワンピースの現場は結構あのお茶をね、なんか、はい、あの若手が用意して、ね、そうなんです。でそれでまあなんかこうちょっと話すきっかけ作るみたいな、後輩へのチャンスみたいな部分もあるんですけど、それをだからやってるってことなんですね。そうです、そうです。未だに今でも親しくなっても。そうですね、だから年下の子がいればその子たちがやってくださいますけど、はいはい、一味だけだったらもう私の担当って感じですね。なんか無理難題とか言われてないですか。なんかそれはないです、それはないです。困ったこととか。あ、それはないですが、まあ、あの一味の LINE とかがあるんですけども、はいはいはい、あの収録の日に持っていくものとかをこう LINE に流したりとか。皆さん明日は何なんですか。え、みんなもう、え、もうおじいちゃんおばあちゃんすぎてそんなことないよそれグループ LINE で連絡入れてるってことですか。はい、大変。大事なものをね、持ってくるときは。はいはい、うん、さあ、以前ですね、平田さんが来た時も麦わらの一味の仲がいいっていうねエピソード、まあ、温泉に旅行行ったりとか、はい、あの、あと何ですか、平田さんのお芝居をみんなで見に行ったりっていうの聞いたんですけど、岡村さんからなんかその仲のいいエピソードってありますか。そうですね、あの先輩方が、はい、あの3度目の成人式とかですね、あの迎えられるわけですよ。いわゆる還暦的な、はい、的なものを、はい、そうするとですね、受け継がれる赤いちゃんちゃんこというのがありまして、なるほど、はい、それが、代々代々こう受け継がれていくんですね、はい。この写真ですか。これは多分あの真由美さんの還暦お祝い、お祝いのですね。でも真由美さん還暦に見えないですよね、全然若い。すごい、みんな仲良さそう、はい、隣に三ツ矢さんもいますね、すごい。あの小沢雅子さん、本当だ、すごい、すごい。これはドラゴンかもしれない、あのーはい、ワンピではないかもしれません。あ、なるほどなるほど、はい、確かにちょっとなんかドラゴンボール的なメンバーですよね。かもしれない、もしかしたら、はい、でもあの来てらっしゃるあれはそうだと思います、多分。なるほど、はい、で今代々受け継がれて、次はどなたの予定なんですか。言っていいんですか。はい、あの八尾さんまで終わりました。八尾さんまで終わった、はい、え、ということはだあと誰だ。あのカペさんとか。あ、カペさん、平田さんの方が先ですかね。あ、なるほど、平田さんとか。じゃあちょっとね、みんなで健康にじゃあそれを受け継いでいけるように。そうですね、受け継がれる、ね、ちゃんちゃんこということで。ちゃんちゃんこということで、はい、さらに岡村さん、ワンピースの超貴重なあるものを持ってきてくれました。それは、そうですね、第1話の台本を持ってきました。よく撮ってましたね、はい、そうなんですよ、22年前のものなんですけど、これ、はい、これめちゃめちゃ貴重なんじゃないですか。貴重です。今何話ですか。今もう1000話になります。1000話まもなく。すごいな。物語の中は何年の話なんですか、あれ。まあ、多分今だいたい2年ぐらい。2歳ぐらいしか年取ってないので、あのルフィやナミは。そうなんだ。私たちはいっぱい取っちゃうんですけどなので、はい、ちなみにそれ中ってチラ見できたりするんですか。チラ見 こんな感じでこうちょっと。まあ、手書きだ、手書き、手書きです、そうなんです。懐かしいでしょ。懐かしいですね、はい、手書き前ありましたよね、はい、手書きのやつ。そうなんですよ、それも手書きのやつですか。そうなんですよ、1話は手書きで、も今はもうちゃんと印刷されたんですね、はいはい、すげえ。手書きの台本はもう最近ないですね。ないですね、うんうん、同じ作品でこんだけ歴史感じれるとすごいですね。ねえ、手書きですよこれ、はあ、いやなんかちらっと聞いたところによると、なんか、あのレギュラーで麦わらの一味になってても、うん、出番が急になんか2年ないとか。ないです、ないです。そうなんですよ、だからルフィと一緒に動いていないとお休みになっちゃうんです。なんか安定した収入としては結構厳しいですね。厳しいですよ、ね、いや本当そうですよ。でワンピースって何年で完結するんですか。まだまだ続くんですよね。これもうみんな聞きたいですよね。そうなんですよ本当の。いや僕自分の役がまた出ますって言われてもう10年以上経ってるんですよ。そういう感じですよね、皆さんそうおっしゃるんですよ。そうなんです。で、なんかスタッフの人に会うたびにいつ出るんですかって聞くと、まああと10年後かぐらいかなって言われて、まだその行くってことですか。そうなんです。で下手したら出る前にも死ぬ可能性があるじゃないですか。いやー
ースの貴重なお話と台本ありがとうございました。続いて黒田高也さんからは渋すぎる現場の裏話が。豪華俳優が揃った龍が如く収録現場で大御所俳優からの感動の一言。黒田さんが感動の一言をいただいたという大御所俳優さんは渡哲也さんなんですよ。あ、そうなんですか。そうそう、それが私の やらせていただいているあの桐生一馬という役の要は親分、はいはい、育ての親みたいなところだったんで、俺も渡さん大好きだったんで子供の時から憧れてたんで。かっこいいですよね。かっこいい、むちゃくちゃかっこよくて 礼儀正しくて、それをやってた時に最後何日間かやって終わった時に君はいい芝居するねって言ってくれた時に、うわ嬉しい、生きててよかった。めちゃくちゃすごいですね。すごいですよね、それは。ね、だって見てたスターに褒められたってことですよね。そうなんですよ、本当に。見た目はなんかちょっと怖い、ちょっと怖いんですけど、黒田さんから見ても、俺から見てもオーラがもうすごくて、ほんでディレクターさんとかもはい OK ですってなるわけですよ、はい、そうすると渡さんが自分に気使って本当はこうしてほしい、ああしてほしいがあるのに言えないんじゃないかと思って、もうつどつど本当に今の芝居でよろしいんでしょうか、あの遠慮なさらずダメ出ししてくださいっていうのを、はいはい、あの逐一言うんですよね、言う時すごいなと思って、あのみんなが当然渡哲也さんだから緊張する、確かにもうちょっとこうしてほしいと思ってたとしても言えないかもしれない、うん、ということを読んで、それを毎回定期的に言うっていうのが素晴らしいなと思って。そう、実際そのなんかこうしてほしいってあったら言ってくださいねって言われて、実際スタッフさんとか言われたんですか、それで。そしたらやっぱり、あ、今のは本当に完璧でしたっていう時もありますし、はい、あ、でしたら渡さんここもうちょっとこういうニュアンスでもうちょっと弱っててほしいんですけどとかって、やっぱりそういう時もありました。どうですか、黒田さんとかは言いますか、後輩にアドバイス。俺のね時代、俺が劇団にいた時とか一個先輩っていうだけでとんでもなくダメ出しされる世界だったんです。もう舞台やると呼んでもいねえのに見に来やがって見にすごめんなさい、今言葉間違えました、言葉間違えました、ちょっと違ったな。見に来てくださってる先輩がいろいろいらっしゃるじゃないですか。そしたらもうね、今日のおめえの芝居は何なんだよとかっていうのがもう本当嫌というほどそういうことが多かったんですね。はいはいはい、だからその時にも決めて、俺が先輩になったら絶対やんねえって決めたから。俺多分38年一回も言ったことないです、俺後輩に。あ、そうなんですね。演技論とかなんだとかって。あ、そうなんだ。そういう時は反論とかはしなかったんですか。思いっきりしてましたね。あ、本当ですか。でだからしばらく後輩だと我慢するんですよ俺も、うん、一応あの年功序列とか先輩後輩ってびっちりそれで育ってきたタイプなんで、はい、ただ失礼は3回まで我慢するって決めてるんで4回目の時には行動を起こしてましたちょっと待ってよ、その後は、ね、僕も今聞きそうになった、実は優しいんですで入ってきたのにちゃんと怖いじゃないですか